ポンちゃーん、ガシ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 、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、お顔見ようよ、顔、ポンちゃんのお顔見して、ポンちゃん、おはよう、ポンちゃん、おはよう、くる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 、ポンちゃん、はい、かわいい、ポンちゃんのお顔、いいか、いいか、ポンちゃん、はい、手出して、かわいく寝ています、かわいいです、ふりうん、ね、はい、昨日までちょっとだるかったり眠かったりしたお父ちゃんはだいぶ今調子いいっす、うん、よかったねっ、実を言うと昨日ちょっと下してしまったので、あ、やべえかなと思ったけど一晩寝たら大丈夫でした、うんうん、人間強いね生き物って、あー、いい子だね、お父ちゃんよかったねっていうあくびだよね、はい、寝ちゃった、またくるくるくるってしたらじゃん、うん、はい、ポンちゃんはさ本当にさ、うん、平気だよね、ジャン君この状態でくるくるって回したらピョンって出ちゃうのね、うん、なんかされると思っちゃう、ね、そう、ポンちゃんは全く平気です、はい、うん、前からだねかわいい、ジャン君今ご飯を食べ終わったのでこれからちょっとシャワーを、久しぶりのシャワーを実を言うと、お風呂に入れないかったのでね、体をあまり温めないようにと言われていたのでシャワーだけ浴びに行ってきます、じゃあねー、行ってらっしゃい、はい、シャワー浴びてさっぱりして帰ってきました、ジャン君も甘えモードです。そして本当ならばポリープないと思ってたので、1日2日前に仕事を終えてるはずのものをまだ残してます、今日頑張んなきゃ、調子が良くなったので仕事します、土曜日なのにね、まあでもどの土曜日もうちはダメだし、よそんちも今日はコロナで家にこもってるね、うん、はい、ということで頑張りましょう、姉ちゃんくん、ブラシブラシブラシ、顔は優しくね、ちょっとやった方がいいと思うよ、へいちゃんかわいい、
ジャン君。ジャン君、おいで。もうちょっとやろ。やろ。そこでやる。移動かよ。ではまた後でやります。はい。ポンちゃん。はい、ポンちゃん。どうしましたかね、ポンちゃん。ポンちゃん。はい。この夏はですね、初中見舞いとお誕生日が多分集まっているので、なんかたくさんお届け物しちゃいました。大急ぎで大急ぎで紹介しますね。何書いてるの？こんなモチーフって書いてある。はい、もう一回言ってください。ペット用帽子、録画が間に合いませんでした。バナナモチーフ。はい、要するに被り物いただきました。はい、ポンちゃんに似合いそうな被り物でもポンちゃんはなかなか被ってくれなそうなので、はい、後でジャン君に被ってもらいましょう。可愛い？はい、はい、いただきました。ありがとうございま す, いますバナナの被り物2個ある感じがするけど、いや1個だと思うよ、大きいんだと思うよ。一応開けてみましょう。じゃあ使っちゃうからね。あ、そうか、首が入るとこと顔が出るとこね。ここから顔が出て、はいはい、ここはあのうにょってならないように詰め物がしてやろう。上手にやらないと逃げられるね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、ポンちゃん、ポンちゃんお帰り。あれ、ごめんね、なんかとか開かなかった。終わり感情です。あ、開きたー、開きたー。はーい、ポンちゃん。はい、はい、こんな感じに可愛くキャスティングしてあります。はい、これ2つあるってことは多分お誕生日、お誕生日2人分、なんか気使わしちゃうね、2人とも7月だったね。ね、いつもね、7月だったね。可愛い。はい、読んでないで、こっちを先にお願いしますよ。はい、すみません。ミッキー、あ、ミニーちゃん、かわいいね。はい。はい。ミニーちゃんのカードがついていました。よいしょ。お、ポンちゃんかわいいかも。似合うかも。あ、じゃあ、ポンちゃんに後であげましょう。首輪が似合うかもよ、ポンちゃん。あ、はい。かわいい。ニャンコのクリップ。へぇ、そっか、洗濯物とかにもいいし、はいはいはい、クリップとしてもいいし、靴下が挟まっています。うん、かわいい。ポンちゃん色と、うん、香りの色、そうだね。うん、はい、ポンちゃん、ポンちゃんほら、いっぱいおリボンもらえたよ。かわいいね、ポンちゃん。あの、早くこっちを。あ、そっか。はい、必ず脱線するので。はい、はい。お、なんだろう。うたたね。はい。まだ箱のままですけど。うたたね。はい。うたたね。うたたねスプーン見て。
んだね。スプーンミケって書いてあったから。お、わかんない。お、お、お、お。かわいい。はい。はい、あ、にゃんこの。あ、なるほど。こういう感じになる。これを、ね、コップのところにこうやってやるみたい、うん、あ、なるほどね、そうするとにゃんこが寝てるようになるんだ。あ、失礼失礼、使ったコップですが、そっち向きですか、あれ違うのかな、カメラに向けてほしいんだけど、こうですか、カメラの方に顔が向いてほしいなって、顔が向いてない、はい、こうでしょ、普通はね、カメラに向けて、ああ、そっち側が顔なのね、うん、そっかそっか、私さ、今メガネしてないのにいまいちよく見えてないんですね、失礼します、かけてくれー、こうですね、かわいいグレーさんと、よいしょ、うーよいしょ、クロさんです、ポンちゃんだ、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、いいよ、出た、ポンちゃん、ポンちゃん、黒いポンちゃん、はい、はい、どうもありがとう、こんな感じね、うん、コーヒーカップに、はい、ここに集めましょう、下に置こうかな、じゃ下に置く、うん、難しい、難しい、はい、そうそう、壊さないようにね、よいしょ、いいよ、下で、お顔が見えるかな、やんこの、はい、どうもありがとうございます、まあいい、ありがとう、お誕生日のプレゼントでした、ありがとう、ポンあれ、ポンちゃんそのリボンをつけたままいってるの、ちょっとつけられたもんね、首のじゃなかったの、お腹のところにかけたやつをかけただけだよ、ポンちゃん、そのまま、よいしょ、はい、次はじゃーん、全部一回外に出してみました、ではまずいきますよ、これ、以前もいただきました、これは大好き最高の食べ物、黒ニンニク、これうまいよね、うまくて、しかも需要競争に良さそう、うん、ということで、それから、これは鈴焼き、鈴カステラかな、あの昔ながらの、あ、でもちょっとさ、本当の鈴に似てるね、横のこの出っ張りが作ってある、上下がこうさ、色違いなだけではない、あ、両方あるよね、そう、うんうん、これ初めて覚える、あ、本当、はい、それと、かわいいよね、これがコマドリって書いてあるんですが、今度はウグイス、ウグイスボール、ウグイスボール、あ、なんか面白い、かりんとう風が風味菓子、もち米を使った、あ、なんかうまそうだね、食べたことないから、うん、和のね、しかもウグイスボールが何者かがよくある、ね、ひょっとするとウグイスのうんちさんって肌につけるとさ、なんか化粧品になったりするじゃん、うん、それをイメージしてたり、そうなのかな、だってウグイスで卵もこんなんじゃないでしょきっと、まあいいや次行きましょう、ウグイスの卵見たことないな、はい、ナチクロ、どういうこと、喉に一番黒飴、ナチクロ、黒飴作り100年の伝統、奄美群島で作られた、奄美群島、黒砂糖かってことだね、うん、甘みはね、うん、はい、ありがとうございます、美味しいね、黒砂糖といえばこちら、うん、こちら黒砂糖の、これは何、ふかしみたいなのかな、黒糖に絡めています、一本一本焼き菓子、小麦粉 100% 使用、赤糖、黒糖、水飴とかいろいろ、ね、ふかしではないの、ちょっと重いもんね、固めのやつあるじゃん、こういうやつで、うん、あの周りにさ、あの 黒砂糖がなんかね、うん、なんかね、和菓子っぽいやつで、なんか、私は結構好きなやつだと思う、こんな感じになっているよう
です、うん、はい、それから好き、はい、キャットイット、これがさっき説明を読んだんだね。そう、あのテーブルとか椅子とかの足につけて、にゃんこが多分スリスリするやつだった。なるほど、うん、ここね、そう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 、このトゲトゲが出ていてスリスリすると、あ、ということはこれだ、こういうカメラに必ずスリスリするんですよ、ポンちゃんがね。ここにつけといてみようか、今度そこにつけて使えるの、まあ、カメラ、まあ、つけられるところを探してみます、うん、そうだね、はい、どうもありがとう。そしてこれは何かな、ダンカット、クローナ、グローナ、どこの、何、もう字がちっちゃくて見えないけど、クラッカーでウクライナ、ウクライナ、うん、ウクライナのクラッカー、クラッカーって書いてある、はい、いただきました、はい、登場です。ポンちゃん、はい、乗るの、ポンちゃん、はい、どうぞ、はい、ポンちゃんチェック、はい、そしてポンちゃんの向こうからでっかいさつまいも、あ、こうか、これさ、うちさつまいも焼き器あるけど入んないね、これさ、3分の1 半分とか3分う、ね、うん、入らないけど、はい、これ巨大です、すごい立派で、ナルト金時、ナルト金時、はい、という福島県産だそうです、福島、徳島、あ、徳島、ナルトの渦潮で育ったさつまいもということになります、すごい立派、はい、それから、ね、これは立派だね、三品茶、三品茶、三品、沖縄の限定三品茶、これは全然どういうものか分かりませんが、沖縄で最も愛される飲み物、三品茶、ジャスミンの柔らかな香りをお楽しみください、ジャスミンティーなんだよね、あの沖縄ってもともとは中国の文化も入っているので、ふんふん、そういうことなんだね、ニンニク醤油、これもなんかうまそうだな、これそのまんまかけるだけではなさそうだね、なんか調理にうまくいきそうね、良いニンニクの香りがついて、焼肉ステーキなど肉料理に最適、なるほど、はい、そして富山ブラックサイダー怪しげでいい、え、これは醤油胡椒風味って書いてあるよ、濃い醤油胡椒多め黒スープ、お似合いでした、特徴のご当地ラーメン富山ブロックの病みつき感をイメージして作りました、サイダーでいろんなこと考えるね、うん、面白い、そしてこちらは三ツ矢サイダーの何だろう、22限定、限定復刻、あ、要するに昔のサイダーを復刻したよということだね、うんうん、果実由来の米香り、米の香り、うん、あ、由来のライか、うんうん、もう目が見えない、果実由来の香り、華やかな甘さ、三ツ矢サイダー、はい、クラシック、あなたがじんと来る時はでございました、どうもありがとうございます、こうやっていい感じのショットが撮れたら、そしてポンちゃんが、うん、ポンちゃんまでは映り込まないか、ポンちゃん、はい、はい、来てくれますか、はい、どうもありがとう、はい、乗るのね、はい、上手に乗りました、ポンちゃん、顔が真っ黒、あおーおーおーすごい、ポンちゃん、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございます。